マウリシオ・アドルフォ・カブレラ・バルデスは、ドミニカ共和国産、フワン州、ラスマタスで、ファルファン出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。現在は FA。実刑は同じくプロ野球選手のアルベルト・カブレラ。2010年7月2日にアトランタ・ブレーブスと契約。2011年に、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ブレーブスで、プロデビュー。 19試合に登板して1勝5敗、防御率4.3036奪三振の成績を残した。2012年は、アパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレイブスでプレーし、12試合に先発登板して2勝2敗、防御率2.9748奪三振の成績を残した。2013年は、A 級ロームブレイブスでプレーし、24試合に、 先発登板して3勝8敗、防御率4.18107奪三振の成績を残した。2014年は A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、このシーズン途中に先発から救援に転向した。19試合に登板して1勝1敗、防御率5.5928奪三振の成績を残した。オフの11月19日にブレーブスとメジャー契約を結び、 40人枠入りした。2015年もメジャーで投げる機会は訪れず、マイナーのみで登板した。A 級カロライナマドキャッツと AA 級ミシシッピブレーブスの2球団で投げたが、どちらでも防御率6.00台と炎上した。2チーム系では36試合に登板し、防御率6.332勝3敗、ホイップ1.59という成績だった。なお、 三振を奪う能力の高さを発揮し、48.1イニングで53、三振を奪って、脱三振率9.9を叩き出した。2016年6月27日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。以後、リリーフで一定の登板機会を得て、ルーキーイヤーながら41試合に登板。防御率2.825勝1敗6セーブホイップ1.30。 基本類な話と結果を残した。2017年はメジャーでの登板はなかった。マイナーでは4球団合計で41試合に登板して3勝2敗3セーブ、防御率6.2039奪三振の成績を残した。2018年2月19日に戦力外となり、翌20日にマイナー契約でトリプル A 級グーインネットストライパーズへ配属された。 7月11日に自由契約となった。2018年7月20日に、シカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2019年シーズン後、FA となった。2019年11月14日に、アリゾナ・ダイヤモンド・バックスとマイナー契約を結んだ。2020年5月22日に放出された。スリークォーターから放たれる最速103.5マイルパーアワー。 平均100マイルパワーの高速球が特徴。この速球を中心に平均84マイルパワーのスラーブ、平均91マイルパワーのチェンジアップを混ぜ合わせる。マイナーにおける予し球率が午前後と高い。ありがとうございます。